このカード横の差し合いに関してはね結構コマとかビームとかうまくやられると、まあ、意外と横の差し合いめちゃくちゃ有利ってわけじゃないんだけど難しいねただお互い難しい要素があるパキン いやこれね、コマ取られるとマジ気まずいんだよな、ロボット。これ前もね、俺ロボット目線の時に話したんやけど、なんかこれロボットのコマってさ、ロボットのコマってあれなんですよ。投げると、まあ、持つじゃん。ロ,ロボットのコマってさ、普通に投げるじゃん。ロボットのコマって投げると、わかるかなこうちょっとさ、上からこうやって投げてるんですよ、ロボットのコマって。 だから、普通のキャラだと、結構当たんな、ね、い、そもそも当たりづらいことが多いんですよ。例えば、まあ、ゼニガメとか、カーピーとかみたいな、そもそも低身長のキャラには、もう絶対当たんないんですよ。このコマ投げっていうのは。密着じゃないと絶対当たんなくて、こう横の差し上とか絶対当たんない。で、しかも、例えばそもそも低身長じゃないけど、例えばダッシュ姿勢が変なやつっていうか、ちょっと低くなるやつとかもいるじゃん。ジョーカーとか。ジョーカーとかも余裕で当たんないんですよ。ちょっと離れてると。 ロボットの駒投げって、こういうな山なりの軌道だから、駒を投げた時に。ちょっと距離が開くと、ジョーカーとかですら当たんなくて、この横の差し合いにおいての適当な駒投げがヒットすることってかなり少ないんですよ。けど、まあね、久々言ってるけど、ロボットは身長もでかい上に脱出姿勢もゴミなんで、ロボットの駒をパクると、どんな距離であっても、横の試合でロボットが駒を避けるにはもう大ジャンプするかガードするしかないんですよ、これ。 普通のキャラよりも、なんかコマをパクった時にただ投げるっていう声が実は最強で、これあんまやってない。なんかロボットのコマをパクった人ってさ、すぐなんか Z 落としてちょっとなんかやったりとか、まああとその使わせないために上に投げたりとかするんだけど、な、これ実はなんだけど、これ種明かしなんだけど、普通にロボットのコマをパクった時普通に横に投げられるのが強いっていう種明かしが実はあって、実はこれマジきついっていうか当たっちゃうんだよね、ロボット目線マジで。 てか、拒否れない。普通に横押しの駒投げが、そのロボットがデカすぎるが故にきつすぎる。これマジなんよね。これね、みんなやった方がいいよ。対ロボでロボ、駒持った時は、なんか絶対落としして何かとかそういうのじゃなくて、なんか普通に投げなマジで強いから。 でこれはね、まあちょっとしたテクというか、まあ、まあ、これ前のね、まあ、解説でも軽く言ったんですけど、まあこの下投げした後の展開、これはここまではいいとして、この下投げって結構、このスマブラあるある展開として、これ確定しないんですよ。この下投げから、パーセント的に下投げから空後がこれ確定しなくて、距離的に空上もしづらいじゃないですか。けど、これ空後渡ってるじゃないですか。これはまどういうロジックなのかってい,いうと、 まああれっすね。なんかその、このゲームよくあるパターンとして、まあ、やっぱその技をもらった時、こういう展開ってさ、普通は、てか一番よくある選択肢としては、まあ、ジャンプをするか回避をするかが一番多いんですよ。まあみんなもやっててさ、こういう時ってもジャンプ連打するか回避連打するかやん。うわ、ちょっと気まずいな、回避連打しようとかさ、ジャンプ連打しようみたいな。まあ、大体どっちかじゃないですか。なんだけど、 なんかやっぱ結局ジャンプを切ると、ジャンプした後の着地狩り展開がきつい。まあ、ロボットは一応一回ジャンプしても、まあ、上 B でね、一回対空で切るっていうか、そのタイミングずらせるから、ま,あ、まだマシだけど、まあ、どのキャラでもやっぱこういう場面でジャンプを切ってしまうと、まあ、その後の着地狩り展開で二段ジャンプがない状態になってしまうんで、まあ、その後の着地狩りがきつくなる。んで、まあちょっとジャンプをやっぱ切りたくない。で、回避は、 まあ回避してそれが通ったらいいけど、まあ例えば回避読みとかをね、相手に選択されてた場合、まあ結構、まあ気まずいよと。まあ回避読みされたらまあ当然激墜なんで、まあ回避もちょっと最速で回避連打するのもあれやなみたいになった時に、まあ結構何もしない、もしくはまあ最速暴れっていう選択肢が事前に出てくるんですよ。これはまあ人読みも含めて、まあこの場面、下げから空母を確定はしないが、 ジャンプしてきたらしてきたでいいし、まあ、回避はおそらく選択しないであろうっていうのはもう最初から読めてたんで、まあ、下投げから、まあ、確定はしてないんだけど、まあ、相手が暴れていた、もしくは様子見をしていた場合に当たる、この遅らせ空母っていう選択で、まあ、撃墜してるという感じですね。これはまあスマブラをある程度、ちょっと足したんで、まあ、中級者、上級者ぐらいになってくると、まあ、見えてくる選択肢かな。 また投げてるねやっぱそのロボットの駒パクってさ何するかつったらすぐ投げちゃうっていうね。でさ、この駒だけ何がすごいってこれ当たったらピットの DA 確定なんだよな、普通に。これさっきもやったんだけどこれ当たったらピットの DA 確定でそっから展開継続なんだよね。めちゃくちゃリターン高くてでこれ回避されてるけど別に回避されたところでフレームフリーじゃないんだよね、全然。な別に気まずくないっていう。 ロボットのコマをパクると、なんか無料で、大リターンチャンスのなんか飛び道具がもらえるから、普通にそれだけでも価値高いんだよ。あ、ね、これね、一応タイロボットの結構ミソというか、ロボットのクエヌってさ、ちょっと特殊で、なんか別にピットのクエヌみたいな感じでさ、常に判定が円としてまとってるわけじゃなくてさ、結局ロボットって、なんか、一回で習するやん、こいつ。クエヌ打ったとき。 で、一回転してんだけど、このさ、わかるかなこの発生前も潰されたら悪いし、一回転してる時の上側にそのケツがいってる時とかってさ、余裕ではないのよ、下に判定が。だから、こういう空エのとこがもう全然通っちゃうんだよね、実は。着地狩りとかで。 これに対してのロボットの対抗策って、その発生のケツの部分を下にいる相手に当たるように打つ。もしくは、終わりの部分。そのもう一回下に来る部分を相手に当てるっていう、この二択しかないんですよ。基本的にロボットって、こういう、その、ちょっと判定強い技とかで、こういう空演とかで返してくるように、真下にいる敵に対しては、この、発生、もしくは、発生終わりを、 下にいる相手に打つしかないんで、これ発生部分もしくは発生終わりだけをケアすればいいんですよ、実は。一番多いパターンとしては、こういう今のみたいに、早めに空エネを打って、この後半部分を相手に当てるかって、これ二択になるんですよ、基本的に下に相手に。で、これがすごいわかりやすい例で、この空演のタイミング、ロボットの空演のタイミングを、ちょっと遅く、遅かったりすると、あ、これいけるやん。で、って、こうやって先に潰せるんですよ。 ロボット側が空縁を早くに打たずに遅らせて撃ってくるなと思ったら、こういう風に先にマズを打うことで潰せるんですよ。これは別になんか、ピットの空縁が強いからとかっていうよりは、これは本当にどのキャラでもできて、空縁でもいいしね。なんか相手が、ジャスガとかを警戒して、空縁のタイミングを渋ってるなと思ったら、先に潰せるんですよ、こうやって。で、先に潰すんだけど、それをしてくるとロボット側は、うわ、先に潰された、ダリーナ、つっ,って、 早めに食えノを打って、ケツ側を下に持ってくるように打つんだけど、そうすると、まあ、当然早くね、食えノを選択してるんで、まあ、見てからダストガードができますと。いう、まあこれロジックがありますね、ロボットのクエノに対しては。これもでも緩急だね。自分が早めに行って潰しに行く、もしくは、相手に打たせてと、後を取るっていう。 この2パターンに分けてロボットの着地狩りを考えると結構どのキャラでもやりやすいのかなっていう感じはする。で、先ほどの選択肢で早めに技を打って潰すっていうのを見せたから普通はさ、ロボット側がこんなところで焦って回避切ることってあんまないんだけど、まあ、俺がさっき空エで相手の空エのを発生前に潰すっていう行為を見せたからこそ、まあ、相手の回避を誘って空車、まあ、で枯れてると。 まあちょっとこれホールドしすぎて上様が隠らないという要するにガバミを見せてるんだけど、まあ、そういう、まあ、パターンというか、まあ、着地狩りの、まあ、読み合いがあるかな。自分がなんかスマブラの上手さとかじゃなくて、やっぱ対戦ゲーマー、対戦ゲームが上手くなりたいなら、も、まあ、うこれ相手視点の目線とか考えれると、まあ、ワンランク上がるよねっていう。 なんかこういう、なんか別にスマブラがどうとかじゃなくて、なんか対戦ゲームとして、相手が人間である以上のこういう対戦ゲームとしての考え方みたいのが、すごい上手いやつっていうのがね、やっぱスマブラやってると正直少なくて。まあここを考えれると、なんか今、ちょっとたまに結果出るけど、まあポロっちゃう人とか、まあいわゆる上位勢の部類には入るけど、まあ、いまいち結果が出ないとか、 っていう人は、なんかこう,こういう対戦ゲームとしての考え方っていうのを、なんかちょっとずつ学んでいけるといいかなっていうか、なんかまあ考えた方がいい、スマブラにおいて、と思う。なんか俺が今、なんか正直中途半端な連度とか、なんか久々に大会でも勝ってたりするのは、なんかこの辺の考え方がもう、なんか全然多分、レベルが違うかなって思う。最近思うのは。なんか3先、 通して思うかな。逆になんか本当になんか長くトップ走ってる人とかと対戦するとなんかその辺のレベルは本当にみんな高くて、まあ、難しいですね。当たり前のようにやってるというか、まあ、今のやっぱトップで走ってる本当にトップエッジと常連みたいなプレイヤーは、まあ、そこら辺がやっぱりレベルが高い人が多いね。 このスマブラっていうゲームがさ、ちょっとやっぱなんか、アクション性が高いというか、読み合いとかっていうよりは、自分の強い行動をやっぱちゃんとやってるだけで、かなり、勝てちゃうゲームだからこそね、難しいんだけどね。これ、マジ、うまいな、コンボ。これ、即死コンボ、マジうめえわ。普通に、正直。まあ、これ、ピットがちょっと悪いんだけどね。この即死入ってるのは、まあピットが悪いんだけどな、ちょっと。まあ、これはちゃんとキャラ対してますね、相手が。 え、これとかもさ、これ、ロボットが体でかいからなのよね。ね、なんかさ、ロボット体がでかいって言った時やっぱなんかみんなネガとか言ってるやついるけど、なんかマッシュ浅くて、なんか本当に体がでかいっていうメリット、デメリットってでかいんですよ。これ、この場面見て。これさ、ロボット空合打ってるじゃないですか。え、これって、ためいこさん偉くて、実は。これ見て。これめっちゃスローで再生するとわかるんだけど、この場面、ロボット、ためいこさんって今、ここ、見た今。 ちょっとだけ戻すんだけど、この場面、ロボットが、その俺のこのピットの空中技を当たらないように、こうやって今、わかるかなタめいかさんって今、引きジャンプしたんだよね。引きステップから垂直気味に空合撃ってるんだよね。今、この場面って。垂直、まぁ、あ、ちょっと多分左に関西入ってるけど、ちょっと引きステップ入れてから空合してるんですよ、これ。そのピット側の空中攻撃に引っかからないように、 そのちゃんと引きステップ入れてから空号入力してるんですよ、これ。でもこれロボットの体がでかすぎて、もうこれ当たっちゃってんだよね。これ。俺だってさ、垂直にジャンプしてクエヌ打ってるんですよ、この場面。これ普通のキャラなら絶対当たってないんだよね。普通のキャラだったら、絶対あそこで引きステップして空号打ったら、こんなピットのクエヌに引っかかるなんてことないんだよな、正直。これはもうなんか、これがなんかその、 こういうことを言ってるんだよね。俺が言ってるこの体がでかいっていうことデメリット。こんなんだって普通当たんないんですよ。この距離で引きステップして空ごったら、普通のキャラなら当たらんのよ。こんな垂直ジャンプしてるピットの空栄のに何かって当たんないんだけど、ロボットがね、これでかすぎんだよ、やっぱこれ。まあ、ピットの空栄がついても多少ありますが、なんかこういう、 これってでも、俺が、ロボットの体でかくて、こういうのが当たりやすいっていうのを分かってるからこその技選択なんだよね。これって。なか、なか、未だになんかロボットの体がでかいっていうか、体がでかいっていうこのスマブラにおいてのデメリットって、なんかそのコンボが入りやすいとかっていう、その目に見えたものだけじゃないんだよね。なここまでレベルが上がってくると、なんか、体がでかいことによる技選択っていうのができるようになるんですけど、まあ、意識してるんですけど、 まあそういう意識を持った相手に対して対戦をするとき、一気にきつくなるんですよ。なんかちょっとコンボ火力が伸びるからとか、ガキ狩りがきついからとか、そういうチャチな話じゃないんだよまあそれもでかいんですけど、チャチな話じゃないんですけど、なんか体がでかいことにメリットはなんかああいう場面でも全然出てくる。出てくるんだよ普通そういうのを理解せずに、いや体がでかいだけで願ってんじゃねえよみたいな。言ってるやつはマジ浅い。 で、逆に、ロボット側も、なんか、もしロボットが上手くなりたいなら、こういうロボットの体がでかいことを考慮した間合い管理とか技振りをしなきゃいけないんだよね。これはやっぱね、分かってない。ちなみに俺が、ロボット対スティーブで、ボコられた理由の一つに、あの、普通にロボットの体がでかすぎて、スティーブに対して上手く前管理し,てしたいんだけど、なんか普通に引っかかっちゃってるね、上京とかに。 未だにちょっと俺の対スティーブの、ロボ対スティーブの経験が浅すぎて、結構ピットでの対スティーブは割とレベル上がったなって思ってるんだけど、個人的に。ロボスティーブの経験がちょっと浅いせいで、なんか普通に範囲、わからすぎるっていうか、スティーブの上京とか空港とかがあまりにもデカすぎるのと、ロボの体があまりにもデカすぎることがマッチして、無限に技引っかか,かりすぎて負けた。普通に。正直それがきつかった。 なんか、前かにできんの普通にでかすぎて。まあ、これはまあ、普通にそのばかり勝ったって感じだよね。そのばかり、許さない大臣なんで、まあ、さすぐらいはね、当たりますよ、と。